ドリトル先生シリーズドリトル先生公開期。ドリトル先生公開期は、ヒューロフティングにより1922年に発表された、イギリスの児童文学作品。ドリトル先生シリーズの第2作。出版順としては2番目であるが、作品内の時系列順では、第4作、サーカスや、第6作、キャラバンよりも後の時代の話となる。 著者のロフティングは1923年に本作で第2回ニューベリー賞を受賞した。冒頭はシリーズ前編の語り手であるトーマス・スタビンズが前作ドリトル先生アフリカ行きを医学博士ジョン・ドリトルの表現として執筆した経緯についての説明から始まる。その中でアフリカ行きの内容は大半がスタビンズ自身の生前に起きたことで 若い頃の先生を知るパドル B の人々や250歳を超えて、なお健在なオウムのポリネシアからの伝聞をもとに執筆したとしている。なお、第2部11章で先生は1809年4月に北極天駅、北極熊から地下に石炭が埋まっていることを教わったが、乱開発を防ぐため秘密にしていると述べているが、前作、アフリカ行きでポリネシアが先生に 動物の言葉を教えるにあたり自身の年齢を181か182歳だとした上で、大大使時代のチャールズ2世がクロムウェルの軍勢に敗れて多くの木の洞に隠れているのを目撃したと1651年の孤事に言及していることから逆算すると先生が動物の言葉を習得したのは1820年前後の出来事となり矛盾が発生する。差し ドリトル先生シリーズの登場キャラクターも、参照側のあたりのパトルビーにある靴屋の一人息子、トミー・スタビンズは、怪我をしたリスを保護したが、治療法がわからなかった。猫肉屋のマシューより偉い先生がいると教えられ、医学博士のドリトル先生の屋敷に足を運ぶ。巧妙内者である先生は、動物の生態を観察し彼らと会話ができる人物だった。 未知の世界と先生の人柄に魅了されたスタビンズは助手になりたいと申し出る。そして先生の助力もあり、両親を説得して住み込みの助手となることができた。スタビンズが助手となってしばらくしたある日、先生のところへアフリカへの最初の航海で生まれ故郷のアフリカに泊まったオウムのポリネシア、チンパンジーのチーチーが相次いで舞い戻ってきて、 スタビンズ自身も、ポリネシアの指導で先生には及ばないながらも、動物の言葉がわかるようになっていく。だが先生がポリネシアとチーチーとの劇的な再会を、喜んだのをもつかの間、毎年8月にアマゾンネッタイウリンから先生を訪ねてくる、紫極楽町のミランダから、先生の敬愛するインディアンの博物学者、ロングアローが行方不明になったことを知らされる。オリシも、 先生は次の航海に出る行き先を決めるために、目隠しをして、世界地図帳の適当なページに鉛筆を突き立てて、行き先を決める、恒例行事、運任せの旅行をするところであった。その結果、鉛筆が指示した行き先は、ブラジル近海に浮かぶ、ロングアローが消息を絶ったことを、クモサる島であった。こうして、先生とスタビンズは、ポリネシア、ジップ、チーチーと共に、 航海の準備をするが、先生の窮地の買い掘りの上に手配された船は三人でないと操れなかった。そこで先生とスタビンズは共通の知人で、町外れの一軒家に人目を避けるようにして暮らしている、ヨステニンのルカを訪ねる。ところが、ルカは十五年前にメキシコの近郊を採掘していた際に仲間を殺害した容疑で逮捕され、巡回裁判が改定する直前であった。 ルカが飼っているブルドックのボップが事件の一部始終を目撃していたことを知った先生は自分が通訳をするのでボップを証言台に立たせてほしいと求め検察官は異議を唱えるが裁判長は自身のプライベートについて愛犬から聞き出す先生の実演に驚きこれを認めるその結果先生が通訳したボップの証言によりルカは無罪を勝ち取るが無罪となったルカは 時の人として、パドルビー中の人々から祝福され、とても航海への同行を求められそうもないまま、出航の日となった。そこに先生と窮地の間柄で、オックスフォード大学へ留学しているアフリカジョリギンキ、王国のバンポカーブーブー王子が先生を訪ねて、来たので、ようやく船の操舵に必要な人数を確保しくも去る、島への航海が始まった。目的地、 クモサル島までの長い航海の途中、ルカやジョーが紹介しようとしていた王兵なスイフといった、旅重なる密航者に足を引っ張られたり、スペイン領のカパブランカ島に寄港して、闘牛をやめさせるために先生が飛び入り参加したり、人間の言葉を喋る歌を歌う水族館で暮らしていた、不思議な魚、銀色フィジットの貴重な体験談を記録するなどの出来事が起こるが、目的地のクモサル島を目前にして、 船は嵐に見舞われ、大破してしまう。こうして苦難の末にたどり着いた雲猿島は、内部が空洞になっていて、海上を浮遊漂流する不思議な浮島であった。珍種のカブトムシジャビズリーの足に、雲の糸で巻き付けられていた、絵手紙を頼りに、岩盤の崩落に巻き込まれて洞窟に閉じ込められていた、ロングアローを救出した先生は、クモサル島が南へ流されて、南極に近づき、 気温が低下して、島の部族が危機に瀕していることを知らされる。先生は、火の起こし方を知らない、ポプシペテル族に火を人工的に起こす方法を教え、またクジラの群れに協力を仰いで島を、元の赤道付近へと押し戻してもらい、ポプシペテル族の数形を集める。さらに、ポプシペテル族を襲撃した、バグジャグネラグ族をバンポやポリネシアの協力で退け、 和平協定を結ばせる。こうした活躍により、先生は二つの部族から推挙されて雲猿島の王に選出され、ジョング、シンカロット王と改名させられてしまう。先生の大観式では、島民の大歓声が原因で島の中央にある山頂の大岩が噴火口に落ち、島の空洞を打ち抜いて、漂流を遂に止めてしまった。こうして雲猿島の王にされてしまった先生は、 次第に自由のない生活に嫌気がさしてくるが、先生が伝授する近代文明の様々な恩恵を求める島民を見捨ててイギリスに帰る決心がつかないまま2年が経過した、ある日、ポリネシアは2年前の戴冠式で沈降した島の下敷きになりかけて、怪我をし、浜辺で休んでいた大ガラス貝カタツムリを発見する。海カタツムリを治療し、 本作に登場するクモサル島の住民は、インディアンとされていて、ドリトル先生を王様に祭り上げ、大冠式まで取り行うが、基本的に南北アメリカのインディアンやインディオには王様は存在しない。例外は、アステカやインカ帝国など、ラテンアメリカのごく一部のインディオのみである。インディアンにしてもインディオにしても、伝統的に共有。そもそも彼らの社会には、 王様を選ぶという文化風習は存在せず、必然的に王冠を被るとか、戴冠式などの習慣もない。インディアンは王が君臨する野蛮な民族集団であるというイメージは白人の誤解から生じた偏見であり、植民地拡大を正当化するフィクションであり、今なおインディアン文化をミスリードさせ続けている重大なステレオタイプである。また、 ポリネシアが黒人の万法王子にホッテントットと,と別称を投げかける場面などが問題視されたことからアメリカで1997年より刊行されている改訂版では該当箇所の記述や一部の挿絵が削除されている。本作はドリドル先生シリーズの代表作といえる扱いになっており日本で刊行される児童向けの文学全集では第一作アフリカ行きでなく 本作のみが収録されている場合も少なくない。日本における本作の紹介は、アフリカ行きよりも早く、大月賢治が博文館の雑誌、少年世界1925年1月号から12月号まで、同リットル博士の公開の表題で連載したものが、初役である。この連載では、小笠原漢字の総画が使用されたが、単行本化はされておらず戦後にスタンダードとなった。 イブセ・マスジ役に比べると知名度は低い。石井桃子のすすめで、アフリカ行きを日本に紹介したイブセ・マスジは、講談社の雑誌、少年クラブ1941年1月号より、ドリトル先生戦の旅の表題で本作を連載したが、イブセは、この連載の中途で陸軍へ徴用されて、湘南島へ赴くことになったため代理の翻訳者が、連載を引き継ぎ、戦後になって、 シリーズ前編の翻訳作業が再開された際には、雑誌連載時に代理の翻訳者が担当した部分も伊ぶ瀬が翻訳し直し、1952年にドリトル先生公開期の表題で講談者、世界名作全集の一編として刊行されている。2000年代まで唯一、シリーズ前巻の日本語訳を発売していた岩波書店が、 岩波少年文庫に本作を収録したのは1960年であり、本作が講談社から刊行されたのと同じ1952年間の3巻、郵便局や、翌1953年間の6巻、キャラバンよりも後になってからである。イブせの手になる本作の日本語訳は、1979年に講談社文庫からも刊行された。 わけ、トライは正摘1967年初版役、古友正夫が、和田誠1967年初版役、前田美恵子が、山中当時1968年初犯1975年に、渡辺明夫の画で、学研小学生文庫にも収録。わけ、大石誠が、藤沢智和1970初版役、伊達純夫が、 村上勤と1973年初版役、吉田真一1983年4月初版役、高橋健二1986年9月初版役、河合翔一郎が、パティ2011年7月15日初版、ISBN978 から4から04から63万1148から1年分のテキスト、日本語版、ありがとうございます。